禰豆子、絶対に無理はするな。危なくなったら引くんだぞ。たかが人間の時が俺に勝てると思うなよ。つまらなかべぐちゃぐちゃにしてやる。人間のくせにそこそこ強い。しかも普通の人間とは違うぞ。連携が取れている。このままではダメだ。先を読め。次に何をしてくるか予測しろ。そして反応しろ。お前たちからは腐った油のような匂いがする。ひどい悪臭だ。一体どれだけの人を殺した。一体どれだけの人を食べた。女どもはな、醜くまずくなるんだよ。だから食ってやったんだ。俺たちに感謝しろ。もういい。よし、このまま一気に決める。えい、えい、俺が相手だ。水ゲーム。えい、ナイス。体がみなぎってきた。水ゲーム。水ゲーム。攻め続けろ。攻めを止めるな。頑張れ。他の二人は引きずり込むつもりだ。禰豆子、俺は下に行く。二人を守ってくれ。守る？無理に決まっているだろう。女は俺のものだ。俺が食ってやるんだよ。なぜ人間についている。人間は弱く情けない。俺たちの餌、ただそれだけの存在だぞ。ちぇ、意味のわからんやつだ。なんだこの辺。ならば俺が負けることはない。邪魔をするな。貴様なんぞ。そうか。貴様なんぞ。そうか。何なんだ貴様か。まだ何の異能も使えないようだが、それでもこの強さ。この女はおそらく汚れた血の量が多いんだ。に抵抗すんじゃねえ。おかしい。技術を使うわけでもないのに。その面に刀開けてやるわ。ねじれ渦。妹に触るな。鬼仏寺無惨について知っていることを話してもらう。
言えない、言えない。喋ってはいけない。私のことを誰にも喋ってはいけない。喋ったらすぐにわかる。私はいつも君を見ている。言えない、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 言えないんだよ。やだよ。自暴自棄になってる。この状態は何をするかわからない。危険だ。素早く奴の首を切る。俺は言えねえって言ってんじゃねえか。